どうしようかな。何がいるんだったかほんまにちょっと知りたいな。ヒートアクションの追加なんか。威力増加。わからん。これだな。これでレッド、この手のイエローを習得したいんだけど、これを覚えたらいけるんか。これか。これ覚えなあかんのか。1の3、4、ん？ちゃう。やからこれは覚えれる。で、次これを覚えてみようか。けど、これ超チンピラの極み。違うな。が欲しいは欲しいのか？いや、よくわからんな。まあ、とりあえず次あと3を目指して。ちゃう、あれはほんで結局違うっていうことでええんか。どうかこれ。ダンピラちゃうか。戻すで一気に刺したれ。これ絶対死んでる。死んでなくてもな。誓って殺しはしてませんじゃねえんだよな。あれゼロの話か。近頃は。出るか。
の弱いやつでジンダッシュ稼いどくか。取れんか。え、そんなかったっけ。あ、取れた取れた。やれやれ、やっと見つけた。覚悟しろ。おいこら、覚悟しろ。あれ、しがちだらけ。アイテムないか。風間のおやすさんが撃たれた部屋の近所まで戻ってきた。なべさん。気は見つかりたくないんだ。非常口よ。アイテムいっぱいあるよ。さてどうするか。これなあ、チンピラの極み極みだよなあ。壊し屋の極み極みは？威力が増すじゃねえんだよなあ。これか。ん？なんか違うな。ふとしに、あ、言ってもた。ふとしの後半にやるあの、黄色ために合わせるやつを知りたいんだよな。こんなんかな。か、もうこれ覚えてたら出せるんかな。ちょっと判断つかんな。
まあこれじゃなけりゃもう次10だから絶対たまらんな、ふとしまでに。もう普通に攻撃とか上げたいんだけど、こんなんじゃないんだよな。攻撃力どこだ。体力な、単純な攻撃力上げたいんだけど、全然ないな、近所に。体力捨てるアイテム拾ったっけ、両方。あ、やっぱり1個しか取ってないと思った。このなあ、真島の兄さんかな、いつでも真島のおかげでなんかちょっとだけ祖母が出てくるんだよな。ここではまだそれほどおかしさ少ないけど、フライ出してからのスウェイができねえ。そして普通に強い。あのスウェイがなんで入らないんだ。これで合わせての攻撃が解放されてないな、やっぱり。ああ、2、3戦でちょっと手が疲れたのに、これ絶対ふとし戦ってえらい疲れなるな。兄さん、島のふとしの子供なんだよな。待て！来たー。
通さへんで。こいつが強いというか硬いというか体力多いというか、やからここまでにそのあわせの技を取りたかったんだけど、範囲広いな。あれを避けたい。あれ避けようと思ったらラッシュがいいけど、軽いんだよなパンチが。ラッシュならまあ避けれるけど、極み入れたいけどな。うん、受けれんかった。2で強化できる？体力無理だろ。技はこれか。コンボ中に繰り出すウィービングか。このウィービングじゃ避けれそうにない。あ、避けた。すげえな、ちゃんとしてるな。なんか相手もあったよ。ん？今度は避けなかったな。もうやっぱり後ろに避けた方がいいか。これに合わせたいんだけどな。あれ、色的にラッシュの色してたな今。手疲れてきたよ。一回だけしかウィービングで避けれんかったな、あの途中の攻撃を。避けれんな。手疲れたよ。避けれた。避けれんかった。避けれんな。
あれが当たるもんな。範囲広いよな。当たり判定。フィニッシュまで入れたら危ないか。入れずに危ね。いやいや、しまった。あれに入らんようにしてるのに。いい。これだな。本当ならこれに合わせて出したいんだけど。しかも黄色やと思ってたのにラッシュだな、色的に。島のよし、入ってってしまった。わざわざ回復せんでえよなあと。体力は あとラッシュじゃ極みを入れれない。今のウィービング決まったな。時間かかるな、本当に。どれぐらい戦ってる。フィニッシュまでやってもうた。
最後までしつこ。いやー時間かかるな、毎度毎度しまうのは。思惑時間かかったからもうちょっとやって日本にするか。松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会、松重意味ないって言ったんですよ。ヤクザだな。なんだと。お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方が。今でもこんなザヤクザおるんかな。てめえ幼少期まだ本当パンチパーマのこのザヤクザのヤクザを見たことあったけど、最近なかなか見んよな。ここらで一つはっきりさせときたいんだよな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだ。ヤクザにも流行りすたりがあってもうおらんかな。風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。毛穴すげえ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。4章まで来たか。これでサブクエとか解禁されるんだよな確か。ここまで観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。まあ、実際問題半殺しで死状態で捕まえられて、まあ話吐かされてその後殺されるだろうな。まあたった今広域指定暴力団殺されるまでも3代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。半殺しまでは絶対されるだろうな。一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。で、後に堂島組に殺されるだろうな。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか。キリュウ伊達さん、ちょこちょここんな話聞くけど、まあキリュウと伊達さんはちょっと因縁あるから覚えてても不思議じゃないけど、ちょっとしたことで捕まえた人のこととか覚えてるんかな。捕まえられた方は覚えてるかもだけど。風間が、ああ無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億と弓、奴は何をお前に伝えようとしていた。わからない。
そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似。四か、あんた丸坊に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の話なんだ。殺しになったらやっぱり一家が出てくるんかね。ヤクザ絡みでも。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。キリュウ一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。懐かしいぜ今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな。ちょっと距離近いな、伊達さん。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。なんでアンテナ出してるんだ。お前が無所に入ってる間に、カムロ町も様変わりしただろう。ああ。馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて。あれ次なんだっけな。まあ馴染みだったらわかるけど、そうじゃなかったら本当ここ前なんだったっけがわからんなるよな。セレナへ迎えだけど。西田来た。真島の兄さん絡みでの愛されキャラだよな、西田は。焦ってできんかったな。威力じゃなくて あ、これは裏でじっくり見とくか。あ、これだな。これだけど、これはまだチンピラしか使えんのはやっぱりそうだな。で、どうしよう、携帯。うん。で、アイテムもあるし。今回はバンバンに兄さんとの絡みをやっていこうと思ってるから。
そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お、何？今持ってないよな、うん、ボブからもらって持ってるか。はいよ、出さんかい。アウト。持ってたか。あ、カジキ砲とか持ってたな、そういや。されても強引に殴ってた方が良かったんじゃないかな。極みを出し続けてもあんまり威力がないんやっけ。黄色ゲージ。すげえや。よし、まあ、そうしたらコールコーラーで一旦終了しようかな。